こんにちは。今回はこちら、ダイソーで購入しているリサイクルコットンのソフトブラウン、こちらのカラーを使ってバッグを編んでいこうと思います。綿 100%、 50g、 120m 入っています。で、かぎ針が6号になってます。で、こういうのを使っていきます。で、中から1本ずつ取り出して2本取りで編んでいこうと思います。はい、こんな感じで中心部分から1本ずつ出してきて2本を1本のようにして編んでいきます。で、今回8号で編んでいこうと思います。で、輪を作って、めっちゃぐしゃーってなっちゃったんですけど、いつものように細編みを中に入れていきます。輪の中に針を入れて、立ち上がりを1つ、で、この穴の中に細編みを6個して進めていきます。細編みを1、まあ、一つ目のところにマーカーつけていってもいいですね。一つ目っていうことで、細編みの頭にマーカーつけて進めていきます。2、3、で、6個したら中心部分をこうグッと引っ張って引き締めます。そしたら、すじ編みをしていこうと思います。すじ編みも、なんか向こう半目1本だけではなくて、まあ、引き抜き立ち上がりなしでこのまま取っていきますね。向こう半目と裏のポチッとしてるとこ取ると結構丈夫に作れるので、こうやって取っていきます。で、この糸がある限り裏に糸を当てて、ここから2段目の増やし方。同じところに細編みを2つで始めていきます。細編み2つ。で、1つ目のところにまたマーカーをつけて進めていきます。で、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、糸を巻き込んで、同じところに細編みを2つ。向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、糸をある限り巻き込んで編んでいきます。同じところに細編み2つ。こんな感じで2段目の増やし方なので、同じところに細編み2つずつして進めていきます。1、2、で、一番最後、後半目と裏のポチッとしているところを取って、糸を結構巻き込んできたので外して、同じところに細編み2つ。そしたらまたここで引き抜き立ち上がりなしで編んでいくので、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、ここから3段目の増やし方、同じところに細編み2つで始めます。で、また1つ目っていうことでマーカーをつけて進めていきます。で、次は向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、細編み1つ。で、次は増やし目っていう感じで3段目の増やし方で増やしていきます。こんな感じでぐるぐる好みのところまで増やしていこうと思います。で、この円の増やし方は上にリンクを載せておきます。よかったら見てみてください。これでぐるぐる好みのところまで編んでいきます。はい、こんな感じで底を増やしてきました。で、このマーカーが入っているところが10段目で、11、12段まで編んできています。で、サイズがどれぐらいか測って進めていきます。大体にはなるんですけど、18センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。で、ここから側面を編んでいこうと思っていて、また一番最初のところ、ここも、またここからも引き抜き立ち上がりなしで編んでいくので、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って細編みで、増し目なしで編んでいくんですけど、また最初のところマーカーつけて進めていこうと思います。で、同じように増やし目なしで1つに対して1つずっと何段か編んでいこうと思います。で、何段編みましたっていう感じであとお伝えしていくのに、まあ、ここから側面ということでマーカー付け替えて進めていこうと思います。それで好みの高さ深さを編んでいこうと思います。はい、こんな感じで側面編んできてました。で、まあ、1玉分ここでなくなって、2玉目これぐらいで残って、それぞれ足してるんですけど、3玉目この中側でこの最初なくなったところでつなげて、で、外側で2回目つなげました。まあ、3玉目であとは足りるかなと思ったので、もう1
本こうもう一玉足してもいいかなと思ったんですけど、これで進めていこうと思います。で同じ方向でまた進めていくんですけど、ここで持ち点の位置を決めていこうと思っていて、いつもと同じ割り出し方で1周72目あって、それを2分割にすると片面が36で、36を3分割にすると12、12、12になるんですけど、割り切れるんですけど、ちょっと広めに中を取りたいので外から1個ずつ出してきて、で11、14、11で決めていこうと思います。でここで同じ方向でまた進んでいくので、ここ一つ目またマーカーつけていくんですけど、向こう半目裏のポチッとしているとこ通って、また引き抜き立ち上がりなしで進めていきます。これ一つ目ということで、またマーカーつけて1,2,3 っていう感じで、また11今回編んでいくので筋を残して11編んでいきます。で側面は何段だかというと、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17段編んでますね。ちなみに18段目で持ち手をつけていきます。はい、こんな感じで同じように筋を残して11目細編みをしてきました。そしたらいつもと同じようにここで鎖編みを1,2,3という感じで好みの長さ鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、今回は鎖編みを30目で決めていこうと思います。で今回この間14を開けるので、入ってないところから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 を切るので15個目、向こう半目裏のパチッとしているとこ通って同じようにつなげます。細編みでつなげて筋残ってますね。あとここ一つ目ということで11、同じように筋を残して細編み編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も筋を残して11細編みをしてきたら、この半分で折ってみて、半分の中でこのセットが入ってるか確認して、入ってるので11細編みをして14を開けて30鎖編みで、14また筋を残して細編み編んでいきます。はい、こんな感じで1周同じように編んできて持ち手がつけてこれました。でまた最初のところマーカー取って、向こう半目裏のポチッとしてるとこ取って細編みで同じように進んでいきます。で同じように筋を残して細編みをして持ち手のキアまで編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のキアまで編んできました。で最後の一つ手前、向こう半目と裏のポチッとしてるとこ通って、この状態で一番最後を飛ばして、でここの流れで筋を手前に受けて向こうのところを押して、こう3本一度に引き抜いて、この持ち手のキアは引き締めて編んでいこうと思います。でここをずっとこういう風に手前筋を残してずっと細編み一つずつ編んでいきます。でこの持ち手のキアは同じようにあと3点編んでいって、最後までこの筋を残して細編み編んでいきます。はい、こんな感じで1周細編みを同じように入れてきました。でここから一番最初のところ針を入れて引き抜き編みを1周して仕上げていこうと思います。で引き抜き編み1つ目ということでマーカーをつけて、でこの引き締めたところも1つに対して1つずっと1周このマーカーの手前まで引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで最後の方まで引き抜き編みをしてきて、一番最後はせずにここで糸をカットしていつものように糸始末していきます。で引き抜きして、で針に糸を通して、でまた目を作るようにして糸始末していきます。最初の引き抜きの目を下から上に取って、でここで全体のこの目と同じぐらいの目を残して中側に糸始末していきます。こんな感じいつもと同じように返しで糸始末して、ギリギリで糸をカットして、でこの中側も引き抜き編みをしていきます。でまたこの出来上がりちょっと上側をこう針を刺して、でまた2本で引き抜き編みをしていきます。裏に糸を当ててこう針を持ってきて、で次の目に針を入れて糸をかけて引き抜き編みで、ここで1つ目ということでマーカーをつけていってもいいですね。いつもと同じですね。それで次の目に針を刺して、次は巻き込まずに置いていって糸をかけて引き抜きで、また今回も止めていきます。で針を入れて引き抜き、でここは目が入ってるんですけど、ここも
こういうふうに通って引き抜きして、で次のところもこの外側を全部細編みの頭取ったので同じように引き抜きをしていこうと思います。で反対側もここと同じように取ってぐるっと一周マーカーの手前まで引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきて、一番最後の目も針を入れて引き抜きで、ここで糸をカットして、先と同じように糸始末していきます。スッと抜いて針に糸を通して糸始末していきます。針に糸を通して最初の引き抜きの目下から上に取って、でまた目を作るようにして糸始末していきます。慣れてきたところに戻って、でこの裏側に糸を持っていたので、ここ分散させて糸始末していきます。で反対側も同じように、この出来上がりを見てちょっと上がったところからぐるっと一周引き抜き編みをして、この糸始末するところ全部糸始末して完成させます。はい、こんな感じで裏なんですけど糸始末を全部して仕上げてきました。もう片方も同じようにしてきましたね。で裏も可愛いし、表もちょっと柄が違うので両方楽しめるかなと思います。でこれでちょっとサイズを測っていきます。ここが底なので、ちょっと底浅めなんですけど、これでちょっとサイズを測っていきます。だいたい深さが13センチで、まちは測ってると思うので、でこの状態でペタンとして、ちょっといつもよりちっちゃめなんですけど、これで横幅が27センチぐらいですね。で持ち手、この中を測っていきます。中を測るとだいたい21センチぐらいで、持ち手の深さ2センチぐらいになっています。で3玉目で、まあ、半分ぐらい使ったかなっていうところです。でこれでも十分可愛いんですけど、まあ、ちょっとね今回この中にネットを貼っていこうかなと思っていて、でこちら、セリアで購入しているミールフィルムソックヤン、いつまでも言えないんですけど、カラーナンバー1番アクリル 100% 35g 35g 105メートル入っています。で、かぎ針が4号から5号ですね。で、今回は6号で編んでいこうと思います。で、こういうのを使っていきます。で、中から取り出していきます。はい、こんな感じで中から糸を出してきて、で、この端、まあどこからでもいいんですけど、まあ立ち上がりがないのでちょっと分かりにくいんですけど、まあ大体どの辺でも、まあこの端のこの延長上で、ここからだいたい2段下がったところ、ここを拾えるところを拾って編んでいこうと思うんですよ。まあ、横に拾おうかな。横に拾って、まあ、表に出ない感じなので、浅くでもいいんですけど、まあ、浅かったらちょっと不安なので、まあ、ここ取ろうか。でも2本取りなのでしっかりしてるかなと思うので、ここで拾っていきます。で中側エラーに糸を当てて、ここで持ってきます。糸を持ってきて立ち上がり一つして、で横にはなるんですけど、ここに細編み一つで始めていこうと思います。でまた一つ目ということでマーカーをつけて進めていきます。で鎖編みを1、2、3、4、5して始めていきます。こういう風にして編んでいこうと思いますね。で、1、2、3個目。ここをまた横にすくって、まあ、こちら側の V の右側だけ拾おうかなと思いますね。ここで、細編み。で、こういう風に確認して表に出てないかっていうのも確認してもいいですね。で、また鎖編みを1、2、3、4、5して、で、1、2、3個目。右って決めたので、ずっと右。ここを取って細編み、細編みしたら1、2、3、4、5して1、2、3個目、ここに針を入れて、ありゃ細編み、こんな感じでずっと拾っていこうと思います。1、2、3、4、5、これでここ入ってるので、また1、2、3個目、ここの右側を拾って細編み、こん
この繰り返しをぐるっと一周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように編んできました。で、こういうふうに手前に折ってすくってきましたね。で、細編み1つして鎖編み5個、2つ開けて細編み1つ、鎖編みを起こして細編み1つしたところです。で、一番最後は鎖編みを1つして糸をかけて最初の細編みの頭に針を入れて、で、左2本を拾って左2本、これで長編みで終わろうと思います。鎖編み1つして長編み1つで、これで長編みのここにマーカーをつけて進めていきます。これでこの間に針が来ると思うんですよね。で、次の段また1、2、3、4、5っていう感じで、次の前段のこの穴のところに針を入れて細編み、細編みしたら1、2、3、4、5で、またこの間に針を入れて細編み、細編みしたら鎖編みを1、2、3、4、5で、この前段に開けた穴のところに針を入れて細編みで、また鎖編み5個っていう感じで繰り返し、ぐるっと一周また最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでまた最後の方まで同じように編んできて細編みでつなげたところです。で、また鎖編みを1、2、3、4、5をして、このマーカーの手前の穴のところに細編みしたら、またここでつなげていきたくて次の段も編んでいきたいので、鎖編みを1つで糸をかけて、ここからは前段の長編みの頭、ここに針を入れて長編みっていう感じ、ずっとぐるっと一周回ってきたら同じようにぐるぐる編んでいきます。で、またマーカーつけて、で、ここからまた鎖編みを1、2、3、4、5で、前段のこの穴のところに針を入れて細編み、細編みしたら鎖編みを5個っていう感じで、この繰り返しをずっと編んでいきます。それでだんだん編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。はい、こんな感じで好みのところまで増やしてきました。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段編んできています。で、ここで終わりにしようと思っていて、最初のここにつなげるときに、まあ、鎖編みを1つして中長編み、長編みをしてたんですけど、一番最後でもう次の段編まないので、1、2、3、3個でここにつなげようと思います。針を入れて長編みの頭につなげて引き抜き、で、ここはブランとなってしまうので鎖編みを1つしてグッと止めて、で、ここで糸をカットして糸始末していきます。これで針に糸を通して糸始末するんですけど、まあ、結構穴穴なので、まあ、この糸全部ある限り糸始末していきます。ちょっと進んで、まあ、ちょっとずつ返し返しで何回かこう巻き込みながら引っ掛けながら、こういう風に中側に進んでいきます。感じで、いつもよりちょっと短めで、で、返しもすごく多めにして、で、何回かしたので糸をカットして仕上げます。で、これで、まあ、いつもの巾着と同じようにここで紐を作っていこうと思っていて、紐も6号で編んでいこうと思います。という風に持って、ここでグッと締めて鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編み編んでいきます。今回は160目鎖編みを編んできました。ちょっと長めにしましたね。で、糸をカットしてセット抜いて、いつもの巾着の感じで方々にこの柱を境にして、この柱の端の柱のところの一番なんていうかな先のところ、穴開いてるところ、ここから入ってここから出てくるっていう感じで、交互にこういう風に通していきます。こんな感じで交互にぐるっと一周ここまで戻っていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周
回ってきて、この柱を境にここから入ってここから出てきて、しっかり仕上げていきます。でもう一本紐を同じ長さ作ったので反対側から通していきます。ここはこう結んでおきますね。それでぐっと結んで、でここの空いてるところ、こういうふうにまたこう端を決めて、でこの反対側をこういうふうに見た時に、今度は引っかかっているところを探します。ここだなと思うので、ここから1本目と同じところを通って紐を通していきます。もう1本作ったのでここへ通していきます。でまたぐるっと一周ここまで戻ってきます。ここで1本目通したところ、ここを逆のことになりますね。この柱が空いてるんですけど、今回は2本目はこう塞がる感じです。でまた1本目と同じところを通ってここまで戻っていきます。こんな感じでぐるっと一周回ってきて、1本目はこう引っかかってて、2本目はこう開きますね。でここで結び目と結び目を合わせて結びます。同じように、それでぐっと結んで、1本目の結び目と合わせて、で糸をカットします。ちょっと長めにしとこうかな。いいですね、こんな感じになりました。さっと開けてランチバッグって感じですね。サイズ的にもこんな感じで、いろんな色で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。